森コーポレーション社長の森です。シスコ WebEX コーリングの動画を前回アップしたと思うんですけど、今回はあの電話システムをこう導入するときに大体お客さんからこう質問を受けることが多いんですけど、通話録音と留守番電話使えないのかっていうことがよくあるんですよね。 WebEX コーリングで使える通話録音システムと、あと留守番電話システムと両方ちょっと今回紹介できればなと思います。めちゃくちゃ簡単に作っちゃいました。で、前回説明した WebEX コーリングっていうシステムは一応ここにありますと。連携できるボイスメールシステムと通話録音と、使うんだったらまたお金かかんじゃないのっていうのが多分一番ね、お客さんに聞きたいところなんですよね。ボイスメールシステムに関しては、あの WebEX コーリングのプロフェッショナルライセンス、それを買っていれば使用可能です。ただまあ設定次第。通話録音もダバー社が出してるダバー GO っていうシステムがあって、これもあのクラウドシステムなんですけど、これであれば無料で使用可能です。通常通り WebEX コーリングのプロフェッショナルライセンスを買っていればみんな使えちゃうと。で、実際にやってみないと多分わからないと思うんで、後で実際にやってみます。図にしてみました。ただ前回はこれなかったんですよね。今回ちょっと分かりやすくするためにちょっと一人坂本龍馬さんだけにしました。坂本龍馬さんはこの電話機と IP フォンですね、 PC とこの3台を使用されているっていう前提。この端末たちは WebEX とこう連携してね、クラウドの使うようになってますよね。で、外線かけるときはこの間説明したように、うちの環境ではこのローカルゲートウェイも置いてますんで、ここから経由して外線かけるますよみたいな。タクシーもね、お客さんから電話があったらこう来て一旦自社に入るんですけど、そこから WebEX コーリングのクラウド経由でみんなが着信するような仕組みです。で、そこに着信された時に、出れない時にボイスメールシステムにこう録音してほしいって言った時に使う感じですね。ダバーってこう書いてる、録音サーバーって書いてるんですけど、通話録音に関してはここに入るんですよ。ですけどボイスメールに関してはこっちです。ちょっと違うんですけど、ボイスメールの方が標準で装備されているシステムで、この中に一緒に入ってますよっていう扱いで、通話録音に関してはこのダバーっていうシステム、クラウドシステムと連携して動かしてるっていうイメージです。で、この気になるダバーですけど、ちょっとまとめました。めちゃくちゃ簡単に。ダバーはこう2つ書いてるんですけど、もうちょっとあるみたいです。実際にはなんか AI 機能を搭載したライセンスとかもあるらしいんで、ちょっとそこはちょっと分かんなかったんで入れませんでした。で、無償で優勝と。で、無償で何ができるかって言ったら、1ユーザーあたり1録音サーバー使えるみたいな感じかな。これが気にせず誰でも使えますよっていう意味です。録音時間ただなのに無制限なんですよ。保存期間が30日なんで、ちょ30日超えたやつはまあ問答無用に消されていくと。きっとこういうところのね、クラウドシステムには1ペタサーバーとか10ペタサーバーとかそういうのがあるんでしょうね。キロバイト、メガバイトでしょ。で、ギガバイトでしょ、はい、で、テラバイト、で、ペタです。1000テラバイトは1ペタということですね。ちょ、優勝版だとユーザー利用可能で、まあこれはもちろん可能ですと。で、録音時間に関しても無制限なのが一緒ですよね。ただここで今言ってた30日間の録音保存期間っていうのが30日だったんですけど、無制限と。多分これサブスクなんで、サブスクで払い続ける限り保存しとくよっていう扱いでいいと思います。で、あと管理機能って書いてるんですけど、ユーザーが利用してなんかその人だけが録音したものを聞けるんですよね。例えば管理者が下の部下の子たちの録音を聞くとかいうことはできないんですよ。管理者と呼ばれてる人たちがユーザーレベルのやつを聞くためには優勝版が必要だと。なんで一応管理機能ありって書いてます。会社で使うのはちょっとこっちの方がいいかもしれないですね。お客さんと揉めてクレームをいただきましたと、じゃあそれちょっと聞こうかってなっても、優勝版買っておけば部下のやつもじゃあ聞こうかっていうのをすぐ聞けるんで。ダウンロードできないんですよ、この音声を。優勝の方もできないんですか、それは。優勝版はね、買ったことないんで分かんないです、まだ。ああ、なるほど。まあ、できなくていい気がしますけどね。変にダウンロードできたら危ないし。ダバーっていう言葉初めて聞いた人って多いと思うんで。じゃあ実際、通話録音はここに入ります。ボイスメールデータはここに入りますってことは今多分説明してて分かったと思うんですよね。なんですけど、実際使った時に、これそれぞれどういう風に見えるんですかと。どっからでもこれ録音サーバーとか見えるのとかいうところが気になると思うんで、ちょっとそこをまとめました。ちょっと嘘ついてたらごめんなさい。コメントください。ね、WebEX の入ってインストールされてる iPhone、WebEX インストールされてる PC と、あと iPhone ですね。ボイスメールを録音するのはすぐ分かるじゃないですか。でも聞くときが大事で、聞くのが煩わしかったら誰も使わないですよね。結構ね、今までオンプレミスで入れてた時っていうのは留守番電話入りましたと、お客さんから聞くのが結構面倒くさかったんですよ。聞いてなんか1押して2押してとか、あとパソコンでいちいち開いてとか、めちゃめちゃ楽になったんですよ。 WebEX アプリってこの間からずっと使ってるでしょ。そのアプリの中で見えるようになったんですよ。リストとして表示されるんですよ。何時何分に来た留守番電話のデータですと、ボイスメールデータですねとかをこうリストで見えるんで、こう選べるんですよね。いちいち全部聞いて次へとかやらなくても、もうその時のやつをいきなりパッとリスト表示で見えるんで使いやすくなったと。これが一番でかくて、それと PC でも実はできてて、 IP 方に関してはこれは電話をかけて聞くというスタイルで、これはもう昔ながらのやり方ですね、うん、こっちがねワンタッチでは無理だけどツータッチぐらいでいけるんですよ。
こっちもね。これは多分ね、5タッチか6タッチやらないとダメなんで、結構めんどくさい。通話録音のオンオフっていうのが、した時って話してる時じゃないですか。この人やばいこと言ってんなとか、大事なこと言ってるなと、これで聞き逃したら大変だっていう時とかね、その時に急遽ね、パッと録音できたらいいじゃないですか。これできますよと。iPhone でも PC でも、iPhone でも動かすことができます。通話録音聞くパターンはダバーの方に保存されてるじゃないですか。ダバーアプリで聞くしかできないんですよね。iPhone だと。PC も一応ダバーアプリというか、ブラウザーから聞くことができます。ですけど、WebEX のアプリ内でショートカット作れるんですよね。あたかもアプリ内でやってるみたいな感じ。なるほど。することができます。iPhone、これね、多分できない。嘘ついたらごめんなさい。この環境で実際見てほしいです。じゃあ、留守番電話からやりましょうか。今回ね、実はここ、隠れカツさんがいて、隠れカツさんが一応代わりにかけることにしようかなと。株式会社森コーポレーション社長の森です。弊社はシスコのパートナーとして認定を受けており、ネットワークシステムや音声基盤の設計構築まで幅広く事業を行っております。会社として資格をたくさん取っており、中でも音声ビデオ系に強い証であるアドバンストコラボレーションアーキテクチャスペシャライズドを取得しております。ネットワークや音声系で何かありましたら、ぜひ弊社に何でもご連絡ご相談ください。じゃあ早速ボイスメール録音したいと思います。左側には iPhone で、右側にはパソコンの画面ですね。録音するときは多分こっち反応ないんで。はい、来ましたね。あ、すいません。うん。発信音の後にメッセージを録音してください。終了する場合はシャープを押してください。はい、今ね留守番電話切り替わったんで。はいはい、はい、電話を切りください。現在のメッセージをシャットし、米印を押してください。このメニューをもう一度聞きになる場合はシャップを押してください。一旦切りますと。すごいいっぱいリクエストされるんですね。そうですねまあこれがシスコです。今録音されたんですけど、録音されるとほらこんな感じになります。マークがほら録音マークになってますよね。はい、で一応これね、メッセージウェイティングインジケーター、留守番電話が入ってるとずっと光るんですよ。実際録音されましたら、ここにこういう感じで、この電話機のマークのところが1って書いてるのは、多分これ着信履歴で取らなかったからですね。このボイスメールのマーク、じゃあ今留守番電話でって録音されたんで、あ、こっちで見るとあれだね、通話か。ちょっと押してみますね、通話を。入ってますね、今かかってきたの、初回収さんからのやつがね。はい、で、こう、ボイスメールのところに、ね、こう丸がついてるじゃないですか。ここに入ったよってことを知らせてくれてるんですよね。めちゃくちゃ見やすくて。で、今入ってきたやつを、こうタッチするんですよ。ちょっとこんな感じ。はい。この再生マークを押しますと。はい。取れてますね。見やすいでしょう、はい、すごい使いやすいんですよ。だからいちいちねセンターに電話かけなくてもいいし、ね、戻ったら多分もうさっきの青い丸が消えてると思うんですよね。はい、2個目3個目ってこういう感じリストで出ますんで。あ、現在電話に出ることができません、うん、ですね。以上です。ありがとうございました。メッセージを送信する場合は1を押してください。お、来た。結構リアルタイムで来ましたね。こっちも反応するしてますね。ここをタッチするとまた見えますよと。やっぱアプリ内でできるって便利よね。アプリじゃないのでやってたんで、今まではねオンプレミス型だとブラウザー開いてこうリストで表示しかできなかったんですよ。全然違う。聞いちゃったんでこう消えましたね。 PC ではどういう表示かっていうと、聞いちゃったけど同じです。はい、こんな感じでリスト表示されるの で選ぶとこんな感じで同じような画面が出ると、うん、PC で管理していくとね、このアプリ1個入れとけば全部管理できるんで楽ですね。塚本さんの電話機のこのボイスメールボタンがあるので、これ押します。コンパイロットボイスポータルをご利用いただきありがとうございます。パスコードを入力し、次にシャープを押してください。ご自身の電話機からおかけになっていない場合は米印を押してください。電話機 ID を入力しシャープを押してください。最後にシャンプーを押してください。ボイスメールボックスにアクセスするには1を押してください。はい、音声ガイダンスのメールボックスに入っているのは2件の保存済みメッセージがメールボックスに入っています。はい、メッセージを確認するには1を押してください。中の音頭メッセージ最初の保存済みメッセージここまで聞けると聞けるんですね。このメッセージを消去するにはダラを押してください。ダラダラって言いましたね今。ダラって言ってました。ダラはないな。ゼロか。んゼロはゼロっていう。キーが無効です。そうかダラってどれ削除してみて。次の保存済みメッセージです。あ、次行っちゃったね。
ほっとくと次のメッセージいっちゃうね。このメッセージを消去するにはダナーを押してください。ダナーだな、やっぱりダナーがね、確か削除。消去するにはダナーを押してください。これあれですね、ダナーって聞こえてるだけでナナなんじゃないですか。そうだ、多分ナナーって言ってる。ダナーじゃなくてナナー、ダナーナナーナナー。このメッセージを消去するにはダナーを押してください。ダラーってないし、ですよね。ナナー、ナナー消しましょうか。なのでメッセージを消去しました。次の消去済み、消えましたね。ってことは消えたんじゃないかな。あれ、まだいるね。これも消そうか。押してください。メッセージを消去しました。メールボックスのすべてのメッセージを再生しました。メッセージを確認するには1を押してください。最初の消去済みメッセージです。消去済みメッセージ。このメッセージを消去するにはダラーを押してください。そうです。メッセージを消去しました。次の消去済みメッセージです。すごいね、結構くどくないですか。結構なかなかっすね、粘着性が強いですね。結構くどいね。メッセージを消去しました。メールボックスのすべてのメッセージを再生しました。メッセージを確認するには1を押してください。切ったら消えた。あ、切ったら消えるんだね。やっぱ消えてるかな。消えましたね。おお、なるほど。これが、最初のやつですね。新しいのは上に来る仕様ですね。2件目も飽きてるなーって。もう何事だって感じですよね、3件目来たら。一応ここはね、あのかかってきたやつが見えるんで、多分ここ開くともう消えるんじゃないかな。消えますね、3は。という感じでございます。はい、ボイスメール以上です。ありがとうございます。でね、通話録音、今までオンプレミスだとタカコムというメーカーの機械があるんですよ、録音装置が。それを使うことがやっぱ一般的なんですよね。ワンタッチのボタンで撮れたりするんで、はい、結構人気あるんですよ。今までは使ってたんですけど、今回の WebX コーリングに関しては、実はあのそのダバーというものを使うと、タカコムさんほどではないですね。タカコムさん本当ワンタッチなんですけど、 2,3 タッチぐらいかなでいける感じです。全然難しくないんで、シスコ製品で通話録音っていうのもできるんですよ。ユニティコネクションっていうシステムを連携させることで、じゃあボイスメールとかで使用するそのシステムの中に、そのライブレコーディング機能っていうのが別にまたあって、それもあの設計次第で一応使えるようになるんですけど、それもちょっとね、使いにくいというか、まあ無理やり連携させました感が否めないというかだったんですけど、 WebX コーニングに関してのそのダバー連携については結構簡単にできちゃうと、エンドユーザーさんが自然に使えるような形になってます。人間工学に基づいて、まずね、録音方法こんな感じなんですよね。今あの、はい、IP 電話は、で電話ください、音します。もしもし、ここにこうソフトキーって言うんですけど、はい、ここもこう動かしていくとね、録音っていうのが出てくるんですよ。はい、録音をします。するとここにほら録音マーク出るんですよね。あ、なるほど。これで今もう録音状態に入りました。これだけです。簡単です。もう一回押すと、それでもう一回こうやって押していくと、録音停止と中断となる。お、停止することもできます。中断っていうのは一旦停止っていう感じですか。これ中断、一時停止、うん、でもなんかマーク出てますね。でももう一回行くと再開。すげえ。まあそんなこともできますよと。多分通常このまま通話終了したと思うんですよ。通話終了しますと、はい、でんと。これは電話機でやるじゃないですか。それどうやって聞くかなんですけど、はい、これでは聞けないんです。というかやり方が分かりません。iPhone の場合はこの WebEX のこのアプリでは実は見れないんですよね。このダバアプリ、これです。ピッと。で、これピンコードなので、これはまあ最初にログインした時に設定する、うん、はい、おという感じで、こうやって一覧で見えます。あの英語のみの対応となりますので、まあ、気をつけください、はい、でこれタッチしますよね。 Expire in 3030 day って書いてあるんでね。これではもう録音状態入りました。これだけです。しかもこれタグつけたりコメントつけられたりするんですね。あ、そうそう、これがあるないで全然違いますもんね。そう、しかもこれ無料ですからね。 PC 版だとですね、まあ、押してください。するとこういう画面が、ダバーのね、ここに新しいレコーディングっていうのがあって、ここを押すと更新されます。お、はい、で今入ったのがここにあるので、ちなみにこれは星マークとかあの吹き出しのマークがあるから、これもマークできるってことですよね。そうですね、お気に入り登録できますと、うん、残しておいたりとか。しかも 1.0 倍って書いてあるから、これスピード調整できるんですね。あ、そうそう、早く聞いたりも。 1.5 にしましょうか。
でも一回打ち合わせで聞いた内容だったら 1.5 倍でも全然聞き取れますよね。全然大丈夫です、うん、これもだから WebEX のアプリ内でできてるように見えてると、はい、タロー MC だと思う。これあのダバーのユーザーと紐づいてるんですよ。なのでここに変えなきゃいけないんですよ本当は。で保存と変わりましたね。で戻るときはここを押せばいいのかな。行きましたね。おお坂本龍馬になってますね、はい、龍馬坂本。留守番電話はここで管理、通話録音はここで見れる、こんな感じなんですよ。あと通話録音なんですけど、今 IP 電話でやったじゃないですか。ほとんどの人がこっち使う気がするんですよ、この iPhone、はい、スマホでちょっと着信して録音してみましょうか。同じですね。で応答します。でこうやって多分お客さんとはこうやって話しますよね。聞こえますか。あお世話になってますこの点点点点ってあるじゃないですか、ここの、はい、これを押して、でこの記録の開始ってあるんですよ。こうします。これだけ。おこれでもう録音されてますから。停止もできますけどね。同じように一時停止もあります。普通はそのまま切っちゃうと思うんで、はい、切りましょう。どうなったかというと、こっちはダバーアプリね、はい、こっちは、はい出ました。新しいレコーディングって書いてますよね。これを押すと更新されるので、こんな感じで1分ぐらい話してたんですね。押すとこんな感じですね。いやめちゃくちゃ楽だし、あの使い慣れたら本当に普通の電話と変わらないですよね。ちなみにあの常時録音っていうこともできるので、常時録音の場合はいちいち録音を押さなくて もう勝手に取られます。通常見ないけど、まあ、なんかもうトラブルがあった時だけちょっとそこ開くみたいな。コールセンターとかでありそうなやつですね。あそうですね。だからそれが、ね、無制限で使えちゃうと。で30日間はなかなか本当ね、ビジネス電話とかだとないんですよ、通話録音って簡単にできなくて。だからタカコムさんのでもこの電話機、この受話器の間にこう かませるんですよね。このかましたところでアナログの通信をキャプチャーして録音してるような形になるので、それもね完全デジタルでやってるんで、まあ、クラウドでやってしまうと本当どこからでも聞けるんで、どこにいても。だからテレワークの人とかでも楽に使えますしね。これ使えるといいですね。流行るといいんですけど。 WebEX コーリングのプロフェッショナルライセンスを購入いただいていれば、ボイスメールも通話録音も使えますんで、あとはあの本当設定次第なんですよ。やり方が分かんないよっていう人は多いかもしれないですね。持ってるけど使えるんだみたいな。 WebEX のコントロールハブの方から設定できて、設定するとなんかダバーと連携するんですよ。でダバーの方からね、勝手にメールが送られてきて、必要な情報を書いてプロフィールとかアカウントを作るメッセージが来るの で作ってあげれば、それだけですぐ使えちゃうかなっていうぐらい簡単です。弊社であの購入いただいたお客さんにはもう導入時にそこまでちゃんと設定させていただきます。他社で買われたお客様も、もしかしたら設計とかが使えないとかももしかしたらあるかもしれないんで、お客さんによってはね。なのでちょっとそこは聞いてもらった方がいいかもしれないですね、はい、設計方針とかはあると思うんでね。まあコメント欄にちょっと書いてもらうといいかな。自分でちょっとやってみたんですけど、どうしてもうまくいきませんとか、まあ分かる範囲でお答えしますという。さすがにちょっとコントロールハブの中見ないと、ちょっと細かいことまでこちらでもわからないんでね。 WebEX ボードの時にお伝えしたと思いますけど、 WebEX Teams は名前が変わりまして、 WebEX Teams ではなく WebEX という名前に統合されたようなので、皆さんご理解ください。自動文字起こしと自動翻訳、この機能はね、今ちょうど今注文しててまだ届いてないんですけど、議事録取んなくていいですからね。で精度も結構高いそうなので、また動画に上げたいと思います。 WebEX コーリング使ってる方とか、これから入れたいなと導入考えているお客様いらっしゃると思うんですけど、スマネア機能、通話録音機能とかこういうのもございますので、活用されてはいかがかなと思います。じゃあ今回は以上となります。じゃあこの動画をいいと思った方は、ちょっと高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。